はい。どうも、所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、つくばエクスプレスのニュースでございます、えー。2024年3月16日にダイヤ改正を実施します。つくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道株式会社は、2024年3月16日にダイヤ改正を実施します。 今回のダイヤ改正では、快速列車の停車駅を追加するほか、朝と夕間ラッシュ時間帯における列車を増発し、お客様の利便性向上を図るそうです。それで、ダイヤ改正実施日は2024年3月16日の土曜日で、平日ダイヤは3月18日の月曜日だそうです。で、ダイヤ改正のポイントとしましては、まず、ここです。快速列車が、 八潮駅に停車だそうです今までしでて、ね、その快速列車って、あの北千住から南流山間はノンストップで走ってるので、今回のダイヤ改正ではですね、あの八潮がね、停車する形になるそうです。だからね、埼玉県ではね、あの今までね、あの快速はね、通過だったんですよ。 だけど、今回のダイヤ改正ではもう、ヤシオも停車することになり、埼玉県でね、ついにね、快速でしたが、停車っていう形になります。で、朝間ラッシュ時間帯の増発が、これが平日。ま、あこれはね、朝間ラッシュ時間帯に、上り、ヤシオ発、秋葉原行き、普通列車2本と、下り、秋葉原発、ヤシオ行き、普通列車2本を増発するそうです。そして、夕間ラッシュ時間帯の運転時刻変更及び増発もあり、 こちらは夕刊ラッシュの時間帯の上り列車で、快速列車の運転時刻変更及びつくば発、秋葉原行きの区間快速列車を増発するそうです。それでですね、この現在北千住から八シ間の一部区間で行っている除行運転は、次回のダイヤ改正をもって終了だそうです。で、この快速列車が八シオ駅に停車っていうのがですね、この 多くの快速列車がですね、あの普通列車と相互乗り換えができるようになり、八潮駅及び周辺駅ご利用のお客様の利便税向上を図るそうです。で、快速列車の秋葉原から筑波間の所要時間に関しては、変更はないそうです。これは最速45分ですけど、そこは変更はないっていう形だそうです。だから今回のダイヤ改正でね、 あの、北千住を出ると、次は八シを出て、八シを出て南ながら山っていう形ですからね。今まではね、その八シってね、あの、普通列車以外に、区間快速と通勤快速は停車するけど、快速は通過だったんですけど、次回のダイヤ改正ではですね、今度は快速も停車するから、いわゆるね、もう、全部停車するって形になりますね。だから、今まではね、北千住を出ちゃうともう、 次は南流れはね、快速はね、止まらなかったんですけど、今回のダイヤ改正ではね、ヤシオも停車するから、これでね、まあ、埼玉県ではね、もう、停車っていう形になりますね、快速は。うん。だから、ね、このき、快速はねあ、秋葉原を発車すると、もう北千住までは各駅停車して、北千住の次はヤシオ。 で、ヤシオの次は南流山、流山大高の森、森や筑波の順に行くっていう形になります。まあ、この本数はこのような形になるそうです。まあ、この増発とかもね、この運転時間の変更もこんな形になるそうでございます。 まあね、今回の大きなポイントとしては、やはり、ヤシオがね、あの、快速停車するっていう形ですね。だって今までだってさ、あの、ヤシオってさ、快速以外はね、全部停車してたんですけど、ヤシオだけは通過だったんですよ、今までのダイヤ改正では。だからね、今回のダイヤ改正ではね、ヤシオもね、快速停車するって形だから、もう全部停車する形になりますね、ヤシオもね。うん。だからね、これからね、本当にね、あの、 今までね、その北千住から南流山までのノンストップもね、次回のダイヤ改正ではもう見納めって形になるそうね。うん。だからそうなってくるとね、もう北千住出たら次はヤッシよ。で、その後南流山という順に停車するって形になるでしょうね。うん。ということで今回はですね、そのつくばエクスプレスのダイヤ改正におきまして、あの、 八潮駅が快速停車するというニュースでございました。以上で終わります。